そうなんだ。じゃあ、うわ、何これ、気持ち悪。あ、で、はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ユーロです。じゃあシャープ4、リサやっていきたいと思います。アンダーテールもね、ぼちぼちやってますが、このリサも結構面白くなってきましたよ。あー、ドキドキ。とりあえずこっち行こうか。おー、なんか洞窟のなんかこうスタイルも変わってきてるな。なんか何々を手に入れたとかないからわからんけど、多分コーラだな。よし、どんどん上がって。あー、どっちにしよう。まあいいか、とりあえずこっちに行ってみよう。あ、行けないってことだな、これはダメだな。しまった、こっから落ちるしかないのか。あ、落ちれない。え、ちょっと待って、これひょっとしていけるんじゃねえか。あ、いけたわ。お、なんだこいつ。俺にはこの、俺はこの曲が大好きだ。若い頃思い出すよ。完璧な瞬間だった。誰にも邪魔に来てほしくなかったよ。あれ？いきなり戦うことになった。まあいいわ。今の自分は負ける気がしないから。とりあえずガンガン攻める。とりあえず惜しむことなく。パワーって何だったっけ？まだか、使えないのか。うわ、めっちゃ強いこいつ。ちょっともったいないのにバスターパンチにしよう。やべえな、ちょっと他に何があるっけ。ドロップキックとマシンガンフィストか。マシンガンフィストはでもあれだな、 WAWA、 ワワワワ、 DWWA か。 DWWA やってみるか、一回 DWWA。 うわー、こいつ強え。あ、 DWWA にしてしまった。あ、でも死んだ。オッケー、よし、またレベルが上がった。ホーススタンス、ホーススタンスってなんだろう。スキル、ホーススタンス、騎馬立ちの構えを取る。 SP が回復する。あ、なるほど、自分で SP が回復できるようになったんだ。あ、ここでなんだ、それだけかよ。じゃあこっち行きますか。だいぶ進んできたよ。ん？こっちは？さっき行ったのか、行ってないのか。あ、さっき行ったとこだな、これ。セーブポイント。じゃあ、え？ちょっと待って、さっき行ったとこだったっけ？違うかな。ああ、そうだな、さっき言ったとこだな。ということでこっちに行ってみるか。よいしょ、よいしょ。あ、なんか貼り付けの刑みたいになってるよ。いきなり戦いかい。これいきなり戦いとか多いな、不意打ちが多いな。じゃあ DWWA 使ってみるか。 DWWA だったよな、 DWWA。 マシンガンフィスト使ってみるか。まあいいわ、ちょっといろんなこと試そう、いろんなこと試そう。こいつなんか SP 回復とか持ってなかったっけ。あ、持ってたな。よし、これで DWWA ドロップキック。
ドロップキック。よし、次はじゃあ、ヒント。クールなポーズ。あたかも自分がクールになったかのように思えるようになる。実際には単なる勘違いだが。アドバイス。ダブルエー、ダブルエー。マシンガンフィースト。そんなに回復しなかったな。まあいいわ。ダブルエースリー、ファイヤーボールが強いかな。よし、うわ、これから長く居眠りができる。居眠りだったんかい。またこいつもボスっぽいな。お、テリーがレベル上がった。テリーすっごいクールじゃん。これいちいち戦闘が終わったら喋るっていうね。なんだよっていう。ここなんか怪しいな。お、やっぱりアジトだった。うんこ。ここはなんかありそうだな。怖いな。お、でもキャンプがある。よし、ここで体力は回復できるかな。おい、どうやって俺たちを見つけたんだ。あんたはきっとかなりの手だれに違いないな。そういうの好きだぜ。え、ここで休めないのか。そうか、かなりの手だれと褒められたのか。これはこの世界で最も辛いことといったら女がいないことだな。それって子供はもう生まれないということでもあるからな。なるほど、確かにな。これ上にどう、あ、ここか。これってなんかアイテムかな。違うな。よいしょよいしょ。お、ここ宿屋だ。いや、ここで休んでいきたいかい。10マグ、それは嬉しいな。よし、こっからはお金がいるようになるのか、宿屋も。さあ起きるんだ。よし。ここはでも降りるしかないよな。よし、俺たちのボスのことは気にしないでくれ。あの人は兄弟からこのギャングを受け継いだ。そして名前の移行は無意味だと考え、身を粉にして働いている。でも俺たちは無害だよ。ここにもボスがいる。お、めっちゃ瓶拾える。あいつかボス。間抜け面だな。俺たちはスクールボーイ、シャッフラーズ。俺たちと揉めるなんて間違いだ。居残りなんてレベルじゃないぞ。こういう風にこう住処を探してそれぞれの派閥と戦うみたいな感じなんだろうな。わお、正直言ってここの俺たちのアジトを見つけるなんて驚いたよ。あんたはきっと探索の才能に恵まれているはずだ。ふむ、実はいい話がある。ランドー軍はあの少女を見つけるためここにキャンプを、あ、そうなんだ、構えているんだ。ランドー軍は俺たちの外部とのつながりを切ってしまったのさ。そうなんだ。そこでもしこの辺りのランドーの連中を一掃してくれたらここを通してやるよ。ここの向こう側、この辺りでは唯一の発電機がある。ここにはガソリンがなみなみと入っている。あんたはガソリンの匂いを嗅ぎつけてここへ来てんの。いやいや違うし。だからこれはうってつけの機会だと思うよ。どうだい。ランドの連中を殺すんだな。人を利用するなんて巧妙な手口だ。一回これにしてみようか。帰ってくれ。あんたはガソリンも無駄遣いするだけだろうし。そうか、じゃあやっぱりあれか。はい、やったぜ。おそらく4人ここの近くの洞窟あたりをうろついているだろう。全員殺したら戻ってきて、え、さっき4人殺したって前回殺したやつらじゃないのかな。違うのかな。まあいいわ。ちょっとじゃあ殺しに行きますか。うんこ、うんこなんかあんのかな。うんこ何もない。4人を殺す、
え、でももう殺した、あ、殺したんじゃない、あ、殺したんじゃないか。ちょっと待ってよ。今、倒すんだなで、言ったから多分倒してくれたんだな、みたいになると思うんだよな。違うかな。ちょっと やってみよう。約束がまだだぜ。洞窟の中のお掃除は忘れないでくれ。あ、そうか。やっぱりか。え、4人組っていたっけ？洞窟の中のお掃除は忘れないでくれようか。こっちとか？違うな。え、あと4人組っていたっけな。まあとりあえず行ってないところ行きますか。でってって。なんかね、こういうなんかインディーゲームが眠ってるのは嬉しくなってくるが、面白いわ。面白い。めっちゃ面白い。そうそう、こっちは行ってないな。そういえば。うわ、これ降りれないのか。どうやって降りるんだ、これ。これはどこから行くんだ？ひょっとしてこの、こっちに行けるとか？やっぱりそうだ。これ分かりにくいな。こいつも倒すんだろうな、多分な。僕の名前はトリーツニーティ。トレジャーハンターさ。噂ではこの洞窟に偉いお宝が隠されているそうなんだが、まだ何も見つけていないんだ。あ、そうなんだ。今なんかめっちゃ、わからん。帰ろう。え、あとどこ行ってないかな。こっちは行ったから。あそこは敵のアジト。こっちは何だったっけ。谷底か。あれ、あとどこだ。行ってないところ。あー、そこ行ってないのかな。オッケー、じゃあ多分そうか、そこからだから。あ、しまった。こっちじゃなく、向こうの出口。あ、こっちじゃないのか。そうか。え、あそこどうやって行くんだろう。え、ここどうやって行くんだ。ちょっと思い切って落ちよう。タバコを手に入れた。よし。ここ初めてのとこかな。これほんと分かりにくいよな。行けるところと行けないところ。お、めっちゃ襲ってきた。ここだったのかよ。スキルナックルドロップ。もうこいつら安定して強いから安心だわ。もうこれで一発じゃないか。お、意外に、役切れ。
意外に強かったりするか、ひょっとして。うわめっちゃ強え、マジか。ほらよし、俺の死体はちょっかいかけないで、俺の死体にはちょっかいかけないで。ナンがレベルアップと、お、フィンガービーム、フィンガービームをやっとなんか撃つの他に攻撃できるような感じだな。フィンガービーム見てみようか。フィンガービーム、指先に集中させたエネルギーを放出する。お、なんか強そう。俺はお前が仲間に何をしたのか見たよ。それで俺はそんな目には全くもって会いたくない。もし俺を見逃してくれるのはいいことを教えてやろう。分かった、話してくれ。ヘアスプレーは燃えやすい。なんだ、いいアドバイスじゃないか。髪を整えている人は燃えやすいんだの。聞いて損した。約束したじゃないか。どういう会話だよってね。そりゃ危ないだろって、ヘアスプレー燃やしたら。よし、ちょっとフィンガービーム使ってみるか。おお、めっちゃ強い。こんなのフィンガービーム一発だ。こんなの嫌だよ。よし。こんなの嫌だよ。来た。お、12マグ。芋酒？芋酒手に入れた。ちょっと待って。じゃあ、もうこれで倒したっていうことになるのかな？ちょっとじゃあ戻ってみようか。多分これで全員を倒したっていうことになると思うからな。まあ、4人倒したかどうか全然数えてなかったけど。あ、こっち行けないんだ。あ、やべえやつじゃないか、これ。だから、上から落ちないといけないんだ。なんだよ。そうかよ。だからもう、ヒットポイントが減るのは覚悟で落ちないといけないっていうことか。そういうことだな。まあ、どっち落ちても一緒か。なんか理不尽だな。よし、じゃあアジトに行ってみるか。まだまだ、いやー怖いな。お、ワオ、よし、本当にやってくれたんだな。よっしゃ、来た。それじゃあな。オッケー。何これ、これだけ。発電機の中のガソリンを使って火炎瓶を作りますか。へえ、はい。火炎瓶を手に入れた。そういうことだったのか。だから空き瓶で火炎瓶を作れるっていうだけの話か。アイテム、多分そういうことだな。空き瓶4つ、火炎瓶2つ。どうかな、スープの入った瓶にしたいからな。そうだな、あと2つ作っとくか。よし、これだけかよ。そうなのかよ。じゃあもうここには用がないってことかな。あー、まあステータス的にちょっとやばいかな。まあいいか。アイテム、スープの入った瓶使って、よし、セーブしておいて。ここは行ったところだよな、さっきな。ということで、ここはとりあえず終わりかな。戻るか。あと自転車を手に入れないといけないんだな。やっぱりあの修行の親父のところまで戻るか。あいつを多分倒したらなんか生まれそうだしな。もう簡単にはレベルが上げられなくなったな。よし、ちょっとじゃあ修行親父のところまで行こうか。ちょっとヒットポイントを回復しておいて。空き瓶も、あ、もう何も残ってないのか。はい、
で、セーブしておいて。出ていけ。無駄な争いなら、多少俺を巻き込むな。あれ、どこだったっけ？こっちだったっけ？ここもなんか行けるところがあるぞ。お、ここ行ったことないんじゃないか？お、なんだここは。トミー、マッチで遊んじゃいけないよ。そんな遊びどこで覚えてきたんだ？マッチを開始。おっと失礼。何かご用かな？とある子供を探している。ここは俺の孤児院なんだ。ここの子供たちはみんな親から引き離されてしまった。俺はこいつらの世話をしているんだ。他に誰も面倒を見る人がいないから。どうして？おっとトミー。ほら見たことか。大丈夫だからこの火は消しておこう。ちょっとそこの水のバケツを取ってくれないか。はい。バカ。そのバケツじゃない。マジか。それは俺のガソリンが入ったバケツだ。あれかい。あのバケツだ。なんだよ。あのバケツを取ってこい、早く。めっちゃ燃えてるし。もうこの時点で死んどるだろっていうね。そこのバケツじゃないだろう。あそこのぐらい言えよなっていう感じだけど。まあいいわ。そんなことはどうでもいいわ。よし。あ、焼けた。マジか。遅すぎたよ。これは俺の人生で起きた2番目に悲惨な出来事だ。うわぁ、マジか。これ、あれかな。やり直した方がいいのかな。ちょっとやり直すか。マッチで遊んじゃいけないよと。子供探していると。はい。え？いけないのこれ。いけねえのかよ。そしたらあれだな。多分一緒のことになるんじゃないか、これ。なんだ。こっち行けないか。ああ、まあまあまあ、落ちるか？もうしょうがないな。うわ、200。めっちゃ減った。しかも、戻るだけという。マジかよ。結局何の意味もなかった。ヒットポイントが減っただけという、超つまんねえオチがついた。ここもじゃあ入れるってことか。ん？なんかある？これ、タバコを手に入れた。おお、すげえ、真っ赤だ。引き返せ、強き者のみ行ける道だ。よし、行ってやろうじゃねえか。行ってやろうじゃねえかよ。なんか血がついてるんだけど、怖えな。お、なんかいるぞ。え、こいつ死んでるのに戦うのか？どういう感じだよこれ。まあいいわ、ちょっと最大やらしてもらおう。俺何かした？弱え。テリーすっごいクールじゃん。サンマグ。なんだ。お、ヘビ。なんかシンプルにヘビっていうね。ここに来てシンプルにヘビっていう。なんとも言えない感じ。飛ぶ飛んでるな。よし、ヘビは牙を剥いた。やばそうだな。牙剥いちゃったよ。もう毒になった。やばいかなこれ。
めった打ちだけど。レベル上がるか上がらないか。ゼロマグ。アイテムじゃないな。スキル違う違う。毒を回復するやつとかあるのかな。お、毒も癒す。タバコか。よし。ん、これ見よがしになんかある。お、やった。休めるとは。ここでレベルを上げてくださいと言わんばかりの地点なんだな、ここ。お、なんかうわー、なんかファンシーパフュームを手に入れた。なんか公園になっとるんだけど。こいつの笑顔を見ろ、実に不愉快じゃ。わしはこの化け物が。あ、自転車がある。お、多くの者たちを殺す様子を見てきた。この瞬間に わしはここに座り、そいつの目を睨むことぐらいしかできない。そうするとそいつはただひたすら見つめ返してくれる笑顔でな。だがあんたたちはそいつを殺そうとしているんじゃろ。それなら何か爆発物がいるな。例えば火炎瓶、そして頼れる仲間、これが揃えば勝機があるかもしれないぞ。そうなんだ。じゃあ、うわ、何これ、気持ち悪。あ、でここで火炎瓶を使えるようになってるんだ。なるほどな。火炎瓶4つぶち込もうか。じゃあ言われた通りしよう。おお、炎上めっちゃ強い。だりゃー。火炎瓶とりあえずあるだけぶち込もう。よし、バーン。マシンガンフィースト。うわー、かてえな。やっぱりもうないぞ。パワーフィンガービーム。なんだったっけ。AWWB か。あ、違った。あー、しまった。うわ、強っ。何こいつ。ちょっとスキル見とこ。スキル、ドロップキック。あー、やっぱりでもマシンガンフィストの方が強いか。マシンガンフィストでいくか。うわ、めっちゃ強え。何こいつ。ちょっと待ってくれ、やべえぞこいつ。スープの入った瓶2つしかない。とりあえず行くしかない。頼む、死んでくれ。よしよし、炎上。とりあえず強すぎる。めっちゃ強え。頼む、死んでくれ。うわー、一気に KO かよ、マジか。あ、なんかそういえばあったな。あれ、なんか蘇生するやつなかった。あったような気がするんだけど、これか。よし、オッケー。おお、ふう、危ね。で、スープの入った瓶、やばいな。で、フィンガービーム、頼む、死んでくれ。こいつの強さ未知数だから。よっしゃー、よっしゃー、やったー、自転車ゲット。お、しかも8から10に上がった。タックル覚えた。ハイプアップ、やったぜ。ジョイ
上位も手に入れたし。ふむ、かわいそうに。それだけかい。やった。自転車手に入れた。で、先に進めるんだ。貴重品から使用することができる。降りるときにはシュートキー。よっしゃー、戻ろう戻ろう。やったぜー、自転車ここにあったんだ。さあ戻ろう戻ろう。 OK。 あれ、ここ体力回復のところどこだったっけ。まあいいわ、とりあえず戻ろう。よし、セーブポイント。体力回復してからセーブで。やったぜー。テリーの体から毒が消えた。ブラッドは倒れた。これで復活するのかな。よし、レベル10。強えな。強くなったわ。セーブだ。はい、こんな感じですかね。またじゃあシャープ5に向けて、自転車が手に入ったので、あそこを越えることができるということで、やっていきたいと思います。あー、だんだんなんかこう佳境に入ってきた感があるけど、まあどれだけねシナリオのボリュームがあるかわからんけど、結構中盤に差し掛かっているような感触はあるけど、わからんけどね。はい、じゃあまたやっていきたいと思いますので、もしよろしければグッドクリックやチャンネル登録お願いしたいと思います。そしてアンダーテールもね並行してやっていくので、なんか同じ 2D のねあれをやっていくっていうね感じですが、はい、期待していてください。では、最後までご視聴ありがとうございました。ユーロでした。バイバイ。